森本玲子と全頓大木がゲストのために頑張ります。しかしゲストのためになれるのは片方一人のみ。2人で目標定まに向けて乗り打ち実践。果たして目標達成することはできるのか。そしてはぐれた方の運命やいかに。玲子と全頓のレディーステディーゴー。レディーステディーぴょんぴょんぴょん。え忘れてた。そう、大木さんといえばピョンでしたよね。いや、レオコに至ってはさっきニャンって言ってましたからね。なんだっけ全然違うわ。今回のレディーステディー号はパチンコライターさくらきゅりんちゃんをゲストに迎えての後半戦。目標を2万5000発に設定し、きゅりんちゃんが選んだ乗り打ちパートナーはゼットン。ところがここまでは完全にお荷物状態のゼットンに対しキュインちゃんがプレッシャーをかける。とりあえず2万5000発目標でいいの？そうですね、まあ、もう、うん、私がまあ若干2万発弱あるわけじゃないですか、うん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 、考えたら5万発目指してもいいですけどね。え、 なんでハードル上げるの？いや、そういうのがお好きかなと思って。思ってますよ。怖いよ、本当に。上げた方がいきなりなんかギアがガイドのももに変わるかみたいな感じになって大丈夫か、本当に。上げた方がね、もうええんじゃないかな。え、上げるじゃん、うん、どうせ俺もマックスしようだって、儲けたいじゃないですか、どうせ。一人2万5000発の方が良くないですか？一人2万5000発、うんうん、一人2万5000発プラス。かなり儲けてるよ、それ。うひひ。今回の実践ホールは東京都豊島区にあるジャパンニューアルファ池袋店。池袋駅東口から徒歩2分のところにあります。設置台数はパチンコ305台、パチスロ312台、前台無制限制で出玉の移動が OK です。最新機種はもちろん人気機種も充実。詳しい情報はホームページでご確認ください。それでは後半戦スタート。まず乗り打ちパートナーのキュインちゃんにプレッシャーをかけられたゼットンは、普通考えたらね、ガンダムかガロになるんだろうなと思うんですけど、たまにはな、ロング SD じゃないやつもしたいもんな。いや、探りだな。でもちょっと片台打ちます。ちょっと探りで。ゼットンが選んだのは装填航路116番台。この台でお荷物状態から脱出できるか。一方のキュインちゃんは前半戦に引き続きガロで勝負。大木さんがね、あのガロやめて装填航路行ったんですけど、まああっちも同じでマックスの SD タイプなんで、わりかし当たれば出玉全然期待できるんで、まあ私もね、ちょっと5万発目指すにはまだまだなんで、あと一撃二撃欲しいところです。頑張ります。こちらも前半戦に引き続き好調だったガンダムでスタートするレオコ。やっぱりレオコさんにしとけばよかったと言わせるため、ライバルゼットンには負けてられないところ。そのゼットンは装填航路で試し打ち中。しかし回転数が上がらず。まだ分かんないですけどね、2000円ぐらい打ち込みじゃ。でもちょっと一応これでやめときます。早々に大移動しガロの島へ。巻き返しを図るため早めに勝負台を見つけたいところなんですが、4000円分の玉入れたら50回か。さすがに厳しいな。回転数に納得がいかずさまようゼットン。続いて向かった先はガンダム。ガンダムかな。じゃあ持ち玉も残りわずか。このままでは選んでくれたキュインちゃんに合わす顔がない。一方そんな瞑想中のパートナーとは対照的に、豊富な持ち玉でガロを打ち続けるキュインちゃん。すると、あれ VFX じゃん。ただね、今回ね VFX がちょっと弱くなったような。なかなかこのネロよりはいったけど、ほらじゃあとね、枠も銀なんで、枠銀の超イデア
っとね、どうなんですかね。あとはもうエフェクトの色、まあ当たってもいいリーチですよね、全然。ただね、何もなさすぎてどうなのかっていう。ああ熱い、これこれね、チャンスアップの中でも一番熱いフラッシュなんですけど、これが前半、まあ後半だったら確か超激アツ、前半でも信頼度がぐっと上がるっていう。あとはもうエフェクトが赤であることを願いたい。あとシェイクビジョン、うん、だけど青なんだ、なんとも言えないですね。青っていうのがめちゃめちゃ弱い。チャンスアップはでも結構強かった。当たれ当たれ。VFX から青で、まあ普通に考えたら当たらないですけどね。フラッシュとかチャンスアップがあったんで、もしかしてって思ったんですけど、残念。あー、大きさは何言ってんだろう。年下のパートナーから心配される、ちょっとかわいそうなゼットン。しかしここで熱いチャンスが。いきなり変わりました、赤堀。いや、4分ぐらい、3割ぐらいは当たると言われている。ガンダムモード行った。はい、まあ、ガンダムモード自体も最大3割ぐらいなんで、もう足りないでしょう。これでね、シャアがね、ニュータイプみたいな感じで私も見えるぞって出てくれば、多分さらに信頼度アップするはずなんですけど、チャンス、ここは仕留めたいね。ちょっとこういうチャンスはそうそう何度もないから、画面の中の演出は別にバージョンアップしないのか。一応アムロスキーになって信頼度アップなのかな。はい、背景カットイン、赤放流、ガンダムモード、背景カットイン、そしてカタパルト発進、熱いのが今のところ全部出てますからね。でシャアに行くから、熱いのが一通り全部出てるんで、もうゲルググで仕留めちゃえ。なんでザクなんだよ。カットインなしか。まあでも最後のカットインが赤だったら普通に当たると思うんだけどな。赤だしいけるでしょう。 OK。 29回転目で見事初当たり。あとは ST 昇格に期待。ここは変わってくんないよね。いい、悪くない、十分だけど、前半戦がね2分の1引けなかったんで、今回これ引きたいですよね。ジオングバトルに ST 昇格をかけるゼットン、その結果は。さあ弱攻撃で、バカ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 、本当にお口はやめてよ、お口は。本当に頼むよ、本当に。早いよ、うわ早いくせに上がんないのかよ。上がるんじゃないの、そこは。ずるいよ。この後復活もなく時短に突入したゼットン、流れをつかみきれず。一方こちらは同じくガンダムのレオコ、やはりライバルゼットンのあたりが気になる様子。ガンバ
ザマーズあれでもあの台、私1回目に打った台ですよね。あれ回んないと思うんだけど、回るんですか多分、赤保留が入りました。赤保留が入りましたよ。ホゼロだけど、どうなるどうなる。ホゼロなんだよね。あ、どう、2人だから無理かな。あ、来た、シャアを連れてきた。次回予告来い。あ、来ないか、そりゃそうだな。4、3、2、1、0、ガンダムが出てきて、真ん中に刺さるのが弱い。青でしょ、背景は、背景は来た。やっぱナイトね。あ、ナイト不安。カタパルト、こっちの方が大事なのに。え、でもジャブローに散るって、ビャーン、ズゴック、白タイトルか、弱いな。これはやばい、ダメなパターンの赤保留だったんだ。緑だろう、やっぱり緑だ。これはないぞ。はい、あ、復活した、やった。これ ST 確定なんですよ、復活パターンは。やった、来た。これで大木さんと一気に差をつけられる。ゼットンとは対照的に後半戦一撃で ST を引いたレオコ。これでキュインちゃんも私のことを見直すと思いますよ。レオコさんに引いとけばよかったって言うはず。そのキュインちゃん、もちろん乗り打ちパートナー Z の出玉も気になるところなんですが、確率分を回し、そろそろ自分も当てておかないと乗り打ち結果がマイナスになる可能性も。すると、あ、行った、どうなんですか、当たってほしいけどね。ここいられ、心折れてくるよ、これ外したら。なんかチャンスアップが欲しい。お、赤い、いい。あ、音楽が普通だな。マジか。前半戦の勢いが全くなくなったキュインちゃん、ここで大移動を決意。その前に頼みの綱ゼットンの様子を見に行くことに。ガンダム撃ってるよ。何やってんすか。え、何やってんすか。何やってるんですかって言われたら、レディーステディーゴーでパチンコ撃ってます。まだでもなんだかんだ言って持ち玉で耐えてるから。あ、うん、当たったんですか。当たった。単発、さっきまで奥さんが打てたから、もうマカちゃん入ってますよ、とっくに。しょうがないじゃん、俺が打ったら答えてくんないんだから。相性じゃないけどあるんだよ、波長みたいなのが。
ちょっと険悪なムードの乗り打ちペア。ここまでの結果はこんな感じ。ゼットン超お荷物状態です。よろしくお願いしますよ。レオコさんが当たってんじゃないかよ。見ないで見ないで。もうどうしよう。怖いよマックス打つの。と言いつつもやっぱりガロの島へと戻ってきたキュインちゃん。これちょっと気になるな。単発5連ちゃんからの6連。ガロ98番台を2台目に選択。これで悪い流れを変えることはできるのか。一方崩壊寸前の乗り打ちペアを尻目に ST 中のレオコ。このあとさらに1回大当たりを引いて軽く3連チャンを決めたレオコ。しかし続いての ST ではなかなか当たりを引けず、残りわずか1回と崖っぷち状態。一方、全く奇跡の来ないゼットンはいい流れをつかめないガンダムを諦め大移動することに。見ちゃダメ。え？見ちゃダメ。じゃあ、私もレオコさんみたいに諦めなければ連チャンするかな。するよ。安西先生も言ってたでしょ。え？諦めちゃそこでおしまいですよって。まあ俺ちょっと諦めるんですけど。でも諦めるんですよね。はい。そんな大木さんは。いや、ガロに託そうかなと。いや、ガロ打ちましょうよ。やっぱガロしかね。そうしよう。ガロと。ガロしかね。後半戦、一度も ST を引けない乗り打ちペア。二人仲良くガロで勝負。空き台少な。空き台少ないね。ST さえ引ければ逆転も可能。ゼットンはガロ76番台に最後の望みを託す。すると疑似連からチャンスが。超イデアで、超イデアでお願いします。あ、三流経過、三流経過って言ってる場合じゃないよね。青だもん。スタッフが何もないんだけど。でかい、でかいぞ。頼む。震えた。よし。震えた。よしよし。これで本日3回目の初当たり。今度こそ ST 突入を決めたいところ。よし。3度目の正直。ST 昇格に気合が入るゼットンですが、その結果は。いかないのか、またマジか。最悪ですよ、本当にもう。今日3回当たって全部通常っすよ。
2分の1がどうしても引けないゼットン。しかし時短抜けした129回転目再びチャンスが。ちょっと弱いんですけど継続。よしよし。でも弱いぞろ。ちょっと継続する中でどんだけ肩は成り上がってくれるかですよね。演出がパワージャンプするかだと思うんだけど、BGA のパターンがとりあえず弱いんで、ビクトリープレミアムです。プレミアムです。大当たりを確信したゼットン。今度こそ SD が来てもいいんじゃないでしょうか。29回転遅いよ。いやいや、まあどんな贅沢言ってらんないけどね。あとはこれがダメか。いいんだよ、頼むぞ本当に。SD 昇格を信じて再びバトル。またかよ。いや、ビクトリーだからね。頼む。行かないの？ありえんのそんなこと。なんと初当たり4回が全て通常という引きの悪さ。完全に心が折れそうなゼットンですが、時短中本日最大のチャンスが訪れる。これはレインボーと見なしていいのか。レインボーだと思っちゃうぞ今のは。ガチャンコして、よし、やっぱりレインボーだった、やっぱりレインボーだった。引き戻したよ。さあまくるぞ本当。こっから時短中に引き戻し、ついに ST をゲットしたゼットン。遅ればせながら反撃の兆し。これを見たパートナーキュインちゃんは、そんなキュインちゃんにも久々のチャンス。未だ当たりのない後半戦、絶対にものにしたいところ。激アツ後半どっちやねん。やだやだ、全然激アツさ感じられないんですけど。あいつほら吹いたんじゃないの。チャンスアップが全然ないな。でも持ち玉を1万発以上溶かし、心が折れたキュインちゃん。ここで実戦終了。はい、お疲れ様です。後半戦はですね、本当前半戦とは全然違って、あの絶好調だったのが嘘みたいにバンバン外しまくって、熱いの結局前半戦に2万発近くあった出玉を最終的に結構減らしてしまい、まあ7500発ぐらいですかね。まあそれでも全然プラスなんですけどね。まあ後半は本当見せ場もなく、
か本当に半分以下もう減らしてしまい、ちょっと不甲斐なかったんですけど、まあ、奥さんがその代わりに当たってくれたんで良かったです。これぞ乗り打ちの醍醐味っていうのを今日味わえたなと思います。そんなキュインちゃんの期待を一身に背負うゼットン、レンちゃんをどこまで伸ばせるか。2個しかないの？大丈夫、2個でも。よし、大丈夫でした。偉いぞ。さあ、これは大丈夫。はい。出玉1万発を超えて、さらに素晴らしい。結局7連チャンを果たしたゼットン、キュインちゃん以上のプラスを叩き出し実戦終了。最後は ST で5連チャン中のレオコ。おお、赤保留が入った、うん、名前入りしました。劣勢なんですよね。よいしょ。そりゃそうだ。これはさらに ST での当たりを2回加えたレオコ、 Z により1回多い8連をぶっかまし実戦終了。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。すみません、お待たせしました。いや全然いいですよ。全然いいですよ。元気なままですよね。全然いいよね。しかもレオコ相当勝ってんのね。いやあ、あれ結構粘りましたよ。148回転目と149回転目に当たってるんですよ。すごい、しぶとい。そうなの、伸びるんですよ。あ、やっぱりなんか言ってたよねと思って。たまたまでしょ。深い当たりは伸びるんですよ。そんな喋り方ない。今銀ちゃん、ね、バカ似てる。カメラマンさん結構似てるって笑ってた。誰ごめん、もう一回分けたらいいですか。なんでマジックは何なの本当。似てない。言ってるよ。今目標の5万発にはちょっとね、遠く及ばないんですけど。まあそうですね。でも成功してるんじゃないですか。乗り打ちの成功。まあレオコさんと組んだ方がまあちょっと良かったけど、まあまあまあ、でも、ね、奥さんと組んでも結局ちょっと自分の目玉よりもらえちゃうっていう。ね、今日初めて乗り打ちっていいのみたいな。乗り打ちっていいなって思ったら前半もう私乗り打ちっていいな。いいなって。やるときやると思います。今日どっちも正解だったんで、じゃあどっち選んでも、やっぱお二人すごいって。ありがとうございます。じゃあまたぜひ来てあれば来てください。ありがとうございました。ぜひぜひ、また次回はどんな会社か分かんないですけど、またぜひ次回から見てください。さよなら。さよなら。似てない。